聖書を拝読します。ヨハネの福音書3章28節から30節までです。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。アーメン。道会場先生の営業説教全17回目エリア3回目を聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、視聴者の皆さん、この時間は全17回目で最後の時間です。今まで善の段階とルツ、ヨナタン、ダビデ、ダニエルと3人の同僚、ナーマン将軍、使徒パウロ、モーセ、アブラハム、エリアの善について伝えました。例えば何か重い病気の患者だとしても、ナーマンのような善を持つなら癒されない人はいないでしょう。神様は全知全能の方なので、こういう善の心を持っている人を探して、いくら重い病気があっても神様がすぐ働いてくださるのです。だからもっと善を慕いますように。その他にも聖書にある昔の信仰の人々の善を一つ一つ説明しようとするなら、もっと時間をかけてできるでしょう。例えばマグダラのマリアやヨセフ、エノクなども最高の善を所有した方々です。ですが以前すでに詳しく説教した人物もいるし、今まで伝えた12人の善だけ見習っても皆さんは最高の善に十分至ることができます。この16編のメッセージが伝えられている間、生徒の皆さんはどれくらい全く善の段階に近づいたでしょうか。まだ欠けている分野があるなら、もう一度メッセージを聞いて祈りの代価として心に完全に糧としますように。この時間はこの間に続いてエリアの善3回目です。エリアの善第1は、もともととても謙遜な心を持っていて、自分の義がないので誰ともぶつからなかったことだと言いました。皆さんが誰かと引っかかったりぶつかったりするなら、自分なりに言い分があるでしょうが、まだ自分の義があるということを悟ってください。エリアは人の目には非常に気の弱い人でしたが、父なる神様が合わせられた訓練を通して強くて大胆になったと言いました。生徒の皆さんは前のメッセージを聞いた後、エリアの気の弱さが分かる記録が聖書のどこにあるのか調べてみたでしょうか。エリアがカルメル山で火の答えを受けた後、バールの預言者を皆殺しにしたという知らせがアーブの妻イゼベルに伝えられると、イゼベルはエリアを殺そうと心に決めました。イゼベルはどれほど愚かな王妃でしょうか。たとえ偶像を拝む王妃でも、エリアが行ったことを聞いたなら彼がどんな人か分かるはずではありませんか。偶像の祭司たちは850人も祈って火を引き下ろせなかったのに、エリアは一人で天から火を引き下ろしたなら彼がどんな人か分かるはずでしょう。ならエリアに手を出したり不尊なことを言ってもいけないでしょう。本当に火を引き下ろしたなら彼が使える神は生きておられるんだと認めるべきなのに、かえって殺そうとするからどれほど愚かでしょうか。皆さんのうちにはそんな愚かな方がいませんように。それは滅びに向かうことです。賢いのではなくて本当に愚か者がすることです。
全知全能なる神の力を見せたら、その前にひざまずいて服従すべきなのに、かえって殺すというとはどんなに愚かでしょうか。私たちはそういう人たちを前たくさん見たことがあります。するとエリアは第一列を19の3から読んで、恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。荒野の奥に入っていた入っていたようです。彼はエニシタの木の陰に座り、自分の死を願っていた。イスラエルの荒野は荒れ果てて木一本もないところがあります。エジプトからずっと行けば砂漠が広がっています。でもガリラヤ湖あたりと西海岸の方には茂った森もあります。一つの国の中で違う気候が存在するのです。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから、と言いました。神様はこのようなエリアに御使いを使わして、パン菓子を食べさせ、水を飲ませました。それでエリアは新しい力を得て、40日40夜歩くことができました。皆さん、エリアは偶像の祭司たち850人も殺すほど大胆に見えても、王妃が脅したらこうやって逃げて、主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいと言っているから、気の弱い姿が垣間見えますね。使徒パウロだったならそんな風に弱音を吐いたりはしなかったでしょう。エリアの前第2は、行いと真実をもって神様を愛したことだと言いました。エリアはこの地上にいた時も神様への全く愛で、恐れず強く大胆に自分の使命を果たしたし、天に移された後も神様を慕う心がさらに深くなったと言いました。これを説明する前に、皆さんが疑問を抱くかもしれません。なぜエリアが王の前に行って大胆に行ったのに、王妃の脅迫にこんなに弱々しい姿を見せたかということです。でもその時の状況を理解しなければなりません。エリアは長い間王を避けて隠れていました。王が自分を全国に指名手配したから隠れていたのに、神様が命じられるから王のところにまた行くには行ったけれど、どれほど緊張していたでしょうか。そして神様に働きかけられて、天から火を引き下ろす対決をして、偶像の祭司たち850人に勝ったから、すごく達成感があったでしょう。それに王の前で大雨が降ると予言してその通りになったし、王の馬車より速く走る不思議な技も見せました。だからここまでやったから、今は王も私を恐れるだろう、民も今は神様を信じるだろう、ちょっと息抜きできるかなと思っていたのに、そんな余裕もなく、また王妃が脅してくるのです。ずっと気が張ってて、神の力も大いに表して、随分エネルギーも使い果たしたから、回復する時間的な余裕も必要なのに、息もつかせず権力者が殺すと脅迫してくるから、そういう反応が出たのです。だからといってエリアが自分の命を惜しんでいたわけではないのです。こういう事情を理解しなければ、天に移された後も神様を慕う心がさらに深くなったと言いました。そして巫女の神様の使命を知ると、主を慕う心が燃え盛り、主のために私は何でもできますと言い、その告白の通り、この地上にまた降りてきて、主の道を整える使命を引き受けたことまで説明しました。
結局エリアはこの地上にまた降りてきて、バプテスマ・ヨハネとして主の道を整える使命を完全に果たして、次には殉教します。このようにエリア、すなわちバプテスマのヨハネが主の道を整える者として自分の本分を変わらず守ったことが、今日説明するエリアの前第3です。この第3のエリアの前は、主が来られることを慕って待つ終わりの時、私たちクリスチャンにどうしても必要なことです。したがってこのメッセージが命と力になって、預言者エリアのように父なる神様の前に尊く認められますように、主の御名によって祈ります。愛する聖徒の皆さん、前の時間には死を見ないで天に移されたエリアがどのようにまたこの地上に生まれることができたのかを説明しました。新しい命に神様が注いでくださる霊の中にエリアの心が入っていましたが、この時両親の気からも影響を受けるので、神様は当時最も心が良いと言える夫婦を選ばれたと言いました。神様が霊を与えてくださる時、体が作られた後くださるのですが、その霊に天にいるエリアの心を入れてくださったのです。だからエリアの性分が出てくるようになるのです。そして親の精子と卵子を受けるから、親の気質も入るのです。だから悪い気が本性の中に入ってはいけないから、当時最も心の良い夫婦からバプテスマのヨハネが生まれるように、神様がそのように働いてくださったのです。ところでここで一つ理解すべきことは、エリアの心の一部がバプテスマのヨハネのところに来たから、天にいるエリアがいなくなったのではないということです。エリアは天にそのままいるのです。バプテスマのヨハネが殉教して彼の霊と魂が天国に行くと、本来のエリアの霊と魂と一つになるのです。皆さん、神様、主、聖霊は霊を数百、数千、数万にも分けて使わしたりもします。しかし人の霊は一つです。分けたりできません。一人当たり霊は一つです。ところで神様はエリアの心を分けて霊に入れてくださいました。皆さんも自分の心を二つに分けることができます。三つにも分けられます。例えば食事をしながら GCN 放送でメッセージを聞くとしましょう。目ではテレビを見ながらご飯を食べられますか、食べられませんか。いくらでもできますね。心を二つに分けることができるのです。また思いも二つに分けることができます。三つにも分けられます。ところで普通二つには分けられても、三つ分けることは難しいです。二つに分けるのもなかなかできない人もいますが、とにかく心を分けることができるということです。そうやってエリアの心を分けて霊に入れたのです。理解できましたか？はい。おいしい料理が出されていてお腹が空いているのに、食事の祈りが長くなるとどうでしょうか？耳で祈りは聞いてはいますが、心の中では早く終わらないかな、お腹空いてるのにと思うのではありませんか？そうですね。前の時間には死を見ないで天に移されたエリアがどのようにまたこの地上に生まれることができたのかを説明しました。バプテスマのヨハネを宿した夫婦は祭司ザカリアと妻エリサベスでしたが、ルカ 1-6 に2人とも神の御前に正しく
主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたとあります。こう言うと、いや、イエス様は義人はいない、一人もいない、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たと言われたのですが、当時地上に正しい人がいたというのですかと言いがかりをつける人がいますが、御言葉を誤解してはいけません。正しく理解しなければ、なぜ義人はいない、一人もいないと言われたのかを理解しなければ、では実際正しい人がいなかったのでしょうか。聖書にノアも正しい人だったとあるし、アブラハムもその信仰が義とみなされたとあるし、ここではそういう預言者ではなくても祭司だとありますね。二人とも神の前に正しく、神様に正しいと認められるほどだから、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたのです。だから義人と言えるでしょう。それなのに、義人はいない、一人もいないとあるのにと言いがかりをつけたり、御言葉を誤解してはいけないのです。皆さんは理解していますね。なぜ義人はいない、一人もいないと言われたのか。説明しなくてもいいですね。はい、説明しましょうか。人が生まれるときは親の気を受け継ぐから、親の罪の性質も受け継いで原罪を持って生まれるし、その後自分でも罪を犯しますね。だから義人は一人もいないのです。ところが育ちながら、ある人は心がもっと悪くなっていて、ある人は良くなっていくのです。生まれた後どんな親のもとで育つのかによって違ってくるのです。心の良い親から真理だけ御言葉通りに教わって育ったなら、本性の中に悪が入っていても、その悪を簡単に引き抜くことができるのではありませんか。他の人に比べて楽に捨てられるのです。その子供が生まれてから、親が善だけ、神様の戒めだけを教えるなら、少しある悪を引き抜くことができるのです。するとだんだん悪がなくなって、神様に正しいと言われる義人になれるのではありませんか。つまり義人として生まれる人はいなくても、御言葉によって変えられて義人になっていくのです。人は心に信じて義と認められとあるのではありませんか。心に信じる人は光の中を歩んでいるから、悪と罪を捨てて戒めを守っているから、だんだん義人になっていくのです。だから人は心に信じて義と認められ、イエスが救い主だと口で告白して救われるのです。思いや知識で信じる人は義に認められないので義人と言えないのです。つまり信仰があると言えないし、その信仰は死んでいるのです。だから救われないのです。理解できましたか。主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。ところがエリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていました。このような状況で御使いの頭ガブリエルがザカリアに子供が生まれることを知らせる場面がルカ 1-13 から17にあります。御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。その通りになったのではありませんか。彼こそエリアの霊と力で、旧約のエリアの霊と力で主の前振りをし、つまりイエス様より先に生まれるということです。半年前に生まれましたね。
父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですとあります。その後本当にエリザベスは身ごもり、子供を産みました。御使いが告げてくれた通りになりました。ですから彼らはどれほどガブリエルが言ったことを心に留めて、その子を心を込めて育てたでしょうか。しかも親が主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたから、どれほど正しく教えて清く育てたでしょうか。またその子が誰かすでに知っていたし。ところでルカ1の80に、さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいたとあります。旧約のエリアには気の弱い面がありましたが、すべての使命を果たして死を見ずに天に移された後は、すべてを見て知ったから恐れがあるでしょうか。強くて大胆でしょう。その心にエリアの霊と力が望んでいたから、バプテスマのヨハネは旧約のエリアとは違う姿が見えるのです。それが今説明されているのです。つまり彼こそエリアの霊と力で主の前振りをしとありますね。ここでバプテスマのヨハネが荒野にいたとは、この世と清め分かたれた生き方をしたという意味です。つまり親が自分の息子が誰かを知っていたので、子供の時から世と完全に清め分かたれた生き方をするように教えて、世に染まらないようにしたのです。イエス様も同じです。イエス様がお生まれになった時、ヨセフと乙女マリアはすでにその方がどなたか知っていたのです。それは御使いに告げられたし、バプテスマのヨハネの母からも聞いたことがあるから、それを心に留めていたのです。そしてその証として神様の御業を数回経験したのです。イエス様がお生まれになった時、東方の博士が来て拝んだし、羊飼いたちが来て御使いの知らせを聞いたと言ったのではありませんか。また御使いに告げられてエジプトに避難してから、メシアを殺そうとする王が死んだ後、また御使いに告げられて国に帰ったし、そうやってイエス様がどなたかよく知っていたヨセフが大工の技術を教えたでしょうか。イエス様に自分の仕事を手伝わせるはずがないのです。でも今日主のしもべたちがみんな、イエス様はヨセフから大工の技術を教わって仕事を手伝って親孝行をしていたと教えているのです。私も昔はそんな風に教わったからそうだと知っていました。しかし開拓した後、神様に解き明かしていただいたら違うんです。マリアもイエス様がどんな方か、イエス様がどなたか知っていたから、すべてに気を使って使えて、タメ口も聞かなかったし、ヨセフも仕事を手伝わせることなどできなかったのです。そしてイエス様はお働きに備えて、裏山に登って大きい木の下でいつも祈り、聖書を読んでおられました。旧約はすべてご自分に関する予言だから、御言葉を思い巡らして、天を見上げて祈りながらご自分の時を待っておられたのです。荒野にいたとは、この世と清め分かたれた生き方をしたという意味です。バプテスマのヨハネは荒野で神様と霊的に交わり、自分が世に公に出現する日を正確に働きかけられたのです。ではバプテスマのヨハネは自分がエリアだと知っていたでしょうか。ヨハネ 1-21 に、ユダヤ人たちがあなたはエリアですかと聞いた時、そうではありませんと答えたのを見ると、自分がエリアであることを知らなかったのが分かります。これはエリアの心が入った霊を受けたものの、良心の気が妨げていたためです。イエス様は霊そのものが心であり、両親の気を全く受け継がれなかったので、すでに幼い時から自分が誰なのか、なぜこの地上に来たのかを知っておられました。
これはイエス様が12歳の時の出来事を通して分かります。ルカ 2-49 で宮におられたイエス様を見つけた両親に、どうして私をお探しになったのですかと言われたのです。当然両親は探し回ったでしょう。ナザレからエルサレムまで、その時は車があったのでもないから歩いて往復すれば結構遠かったし、途中に険しい山道もあるのに3日も経ったのです。一行の中にいると思っていたイエス様が見当たらないから、親は慌てて引き返したでしょう。あちこち聞いてみても見つからなかったし、そうやってエルサレムまで戻ってきたのです。ようやく宮で見つかったら、12歳のイエス様はどうして私をお探しになったのですか、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかと言われたのです。つまり自分の父、神様の家にいることをご存じなかったのですか、つまり宮にいることを知っているはずなのになぜ他のところを探したのですかという意味です。だからといって責めるわけではなくて、諭してくださったのです。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかと言われたのです。このようにご自分について幼い時からすでに知っておられたイエス様とは違って、バプテスマのヨハネは自分が誰なのか正確に知らなかったのです。しかし彼の霊の中にはエリアの心が入っていたので、ぼんやりと自分がどう生きるべきか心に働きかけられていました。自分から世と清めは語れて、自制していつも神様と交わりながら自分の使命について悟っていきました。つまり自分はおいでになるはずの方を待つべきことと、何を叫んで何をしなければならないのかを一つ一つ心に働きかけられて、世に公に出現する日を待っていたのです。マタイ 3-4 にバプテスマのヨハネの姿について、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとの蜜であったとあります。これほど彼は主の道を整える者としての使命を果たすために、世と清め分かたれた知性の生き方をしていたのです。自分が誰か、なぜ来たのか 100% は分からなくても、清め分かたれた生き方をしていたのです。そして時になると公に出現して、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと叫び、罪の許しを得させるバプテスマを授けました。マタイ 3-5 から6を読むと、さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出てき、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けたとあります。ただのバプテスマを受けたのではなくて、ヨハネの前で自分の罪を告白してバプテスマを受けたのです。マラキ以来、イスラエルに神様の啓示が途絶えて約400年ぶりに現れたバプテスマのヨハネの叫びに、鹿が 谷川の流れを下へあえぐように多くの人々が彼のところに出てきました。そしてヨハネが叫ぶ御言葉を聞いて悔い改め、バプテスマを受けました。ルカ 3-15 に、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたとあります。ところが続く16節に、ヨハネは皆に答えていた、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります、私などはその方の靴の紐も解く出落ちもありませんと言いました。バプテスマのヨハネは自分の本分、すなわち主の道を整えるものだということを明らかに悟って、それを超えないでよく守ったのです。そしていつにも、私よりもさらに力のある方がおいでになりますと伝えたから、人々はやがて来られる方をどれほど慕うようになったでしょうか。
彼らにとってはバプテスマのヨハネも神の大預言者なのに、そのヨハネが私の後はその方の靴の紐も解く値打ちもありませんと言うのですから、一体その方はどんな方だろうかと期待が膨らんだのです。バプテスマのヨハネが靴の紐を解く値打ちもないと自分を徹底的に低くして証しするその方はどれほど高い方なのだろうかと考えるようになるのです。このようにバプテスマのヨハネが主の道を整えて神様の定められた時になるとイエス様のお働きが始まりました。すると多くの人々が今度はイエス様へ向かうようになります。これについてヨハネ 3-26 でヨハネの弟子たちはヨハネのところに来て、先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます、そしてみんなあの方の方へ行きますと言いました。弟子たちはそれがあまり面白くなかったのです。それではヨハネの心はどうだったでしょうか。もう私の時代は終わったんだなと寂しくなったでしょうか。あんなに大勢の人が自分を偉大な預言者のように扱ってくれてついてきて罪を告白してバプテスマを受けたりしたのに、今はイエス様の方にみんな行ってしまうから、もう私の時代は終わったんだな、まだ若いのに30しかなってないのに、もう私の時代は終わったんだなとバプテスマのヨハネが思ったでしょうか。そんなわけないでしょう。寂しくなったでしょうか。いいえ。寝なければ辛かったでしょうか。いいえ。今日の本文ヨハネ 3-28 から30にヨハネの心がよく記されています。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。つまり弟子たちにそう教えたから彼らが証人なのです。花婿を迎える者は 花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているこの友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんと言ったのです。弟子たちには言い聞かせ自分の本文を改めて確認して主の現れを誠に喜びました。どんな指針もどんな不義も見つからない真理を完全に喜ぶ主への霊の愛が感じられるのです。主へのこの心は彼が牢に入れられて殉教するまで変わらなかったのです。父なる神様はこのようにバプテスマのヨハネが主の道を整える者としての本分を変わらず守ったことを誠に善と見なされたのです。こういう善を持っている人がどのくらいいるでしょうか。皆さんがその立場になってみてください。すると少しとはいえ不平を言ったり、私は一生懸命に主の道を整えたのに今はこんな扱いされるのかと言うかもしれないし、ちょっと虚しくなることもありえるでしょう。ならそれは善ではないのです。愛する生徒の皆さん、主がまた来られる日があまりにも近いこの終わりの時に生きているすべてのクリスチャンにも主の道を整える使命があります。バプテスマのヨハネがイエス様がキリストとして来られた方であることを人々が信じるようにその道を整えたように、私たちも一人でも多くイエスキリストを信じて再臨の死を共に迎えられるようにしなければなりません。このために神様が教会に与えられた使命もあって、一つの心で果たすこと、これがまた主の道を整えることです。それは地の果てにまで福音を伝える世界宣教と大聖殿建築を完成するまでのすべての過程が魂の救いと直結するからです。従って皆さんが任された使命を忠実に果たすことが主の道を整えることになります。特に務めがなくても神様を信じる人には誰でも伝道の使命があって、世で光と塩になる使命があります。
この使命も決して小さい使命ではありません。このようにどんな使命を任されてもバプテスマのヨハネのように変わらず自分の本分を守るものになれば主の道をよく整えた働き人だと言えます。ところが人は自分の本分をよく守れない理由は心が高くなる場合が多いからです。また自分の利益を求める心指針があるので初めの純粋な目的からそれる場合もあります。しかしバプテスマのヨハネのように父なる神様の前に立っておく用いられるためには何の指針もなくへりくだって自分を低くして主だけを高める心にならなければなりません。私たちが神様に栄光を返すことをするなら神様もその人に栄光を加えてくださいます。しかし自分が栄光を受けることを目的になってはいけません。もちろんこれは天国で得る報いも期待するなという意味ではありません。自分も栄光を受けようとする指針がなくただ主の栄光のためだけを思う真実の心で行わなければならないということです。食べるにも飲むにも何をするにもただ神様の栄光を表すためにしなければならないのです。神様の栄光のために用いられるのであって自分の指針や欲を満たすために働いてはいけないのです。また主の御業を行う道路者が自分より大きい栄光を返すならば心から喜びと感謝を持って自分の既得権を譲る心が大きい心です。心から神様を愛する人は自分がどれほどもっと働くかよりどうすれば父の栄光をもっと表せるかを重要に思うからです。これが自分はなくただ主の栄光だけを求める人の心です。皆さんすべてがバプテスマのヨハネのような心を持つならあらゆる分野でもっと平和を作りながら神様の栄光を表せるでしょう。自分がどんな使命を受けるかにこだわるより本当に神の国のため主の栄光のためにより優れた人が頭になってほしいと願う心になるべきです。これは主の技に対する熱心がないとか冷めて一方退くこととは次元が違うのです。仮に自分の目には自分より劣っている人が頭になってもどう心を使うのが善でしょうか。頭の人が元気いっぱい働けるように自分を目立たせないで心から助けられるそんな心が善なのです。本当に心が善で父の信仰を持っている人はまだ信仰や能力や経験が足りない人が自分より目立つような働きをしてもそれによって不満を持ちません。自分より愛されているとしてもそねまないのです。父のような心なのでその人が愛されれば一緒に喜びます。ヨハネ 14-12 でイエス様が誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行いまたそれよりもさらに大きな技を行いますと言われました。この御言葉のように主を信じて発してきた今日まで神様は大きな驚くべき神の力ある技創造の最上の力ある技を行うようになさいましたが私はそれが自分のものと思いません。7年間の病気で死の日だけを待っていた私に神様がご自身を表してくださらなかったなら主イエス様のたった一で罪を洗ってくださらなかったなら今日の私はありえないことをよく知っているからです。とっくに死んでいたでしょう。神様が主が私の心に尋ねてこられて聖霊をくださって天国を知って地獄に行かないことだけでもあまりにも感謝なのにどうしてしかも神様が道からくださって主の技を行っている私がどうして自分が栄光を受けようとするでしょうか。何としてでも皆さんに信仰を植え付けるために命に導くために神様と天国を知って聖書が真実であることを知るようにするためにいつも証ししているのです。
それでも疑って信じない人がいるのに、どうして証しをやめるでしょうか。証しを聞いて皆さんの信仰が育ってこそ、皆さん自身も癒されて答えも受けるのではありませんか。そしてすべての証しは神様の栄光を表すために、神様とイエス様、そして聖書が真実で天国と地獄があることを伝えるためであって、自分の栄光のためではないのです。もし私が栄光を受けようとするなら、他の教団の行事に頻繁に行って宣伝したり、生徒としょっちゅう食事したり訪問したりするでしょう。すると一度に少なくとも数十人数百人は集まるし、もてなしてもらうのに、何のためにこんな風にずっと部屋で一人でいるでしょうか。したがっていくら大きい栄光を表したとしても、それは私のものではなく、ただ主のもので父のものですと心から告白できるのです。このような心の真実を神様が喜ばれ、これからもさらに驚くべき大きい神の力の技を表され、この教会に与えられたすべての使命を速やかに成し遂げてくださると信じます。結論です。愛する生徒の皆さん、マタイ 11-11 に、誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ですとあります。ここでまず後半節の意味は、霊と肉の違いのことを言っていて、肉を着てこの地上に降りてきた以上は天国の存在とは比べられないということです。ところで前半節で女から生まれたものの中で、つまり被造物の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。つまりヨハネが一番優れていたとイエス様が言われた理由を皆さんは悟ったでしょう。神様が私にくださるお言葉はとても正確です。やがてすべてが裏付けられますが、天国で序列1位は誰だと言いましたか。序列1位は誰だと言いましたか。この聖句でも分かりますね。被造物の中でバプテスマのヨハネが、すなわちエリアが一番優れているのです。この地上でもそうですが、天国でも偉大な人にふさわしく、旧約でも新約でも働いたのです。旧約時代にはエリアとして、全き者として死を見ないで天に移され、再びバプテスマのヨハネとしてこの地上に降りてきて、主の道を整える使命を完全に果たし殉教したのですから、どれほど報いが大きいでしょうか。一人の人が旧約と新約にわたって忠実にその使命を果たして、全く背乗るものとされたのです。エリアが神様に選ばれた理由を今まで3回にかけて説明しました。この上ない善で自分を完全に無にして、全ての人と平和を作り、神様への愛を行いと真実をもって表し、自分の本分を変わらず守りました。生徒の皆さんが本当に主の再臨を慕って待つなら、主がまた来られる時まで毎日の生活の中で今まで伝えられた善を一つ一つ行いますように。それでバプテスマのヨハネのように、主の道を完全に整えて、栄光のうちに主を迎え、主の懐に喜んで抱かれますように、主イエスキリストの皆によってお祈りします。メッセージを思いながら一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、感謝いたします。私たちにエリアの善について教えてくださり、見習うようにしてくださって感謝いたします。主の道を整える、自分の本分を変わらずに守ったのがエリアの善だと言われました。私たちも自分を低くして、ただ主の栄光のために、神様のために本分を守るようにしてくださり、使命を果たして主を待つ私たちになるようにしてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや煩いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子どもたちの上にも、時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、
あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先までご上肋部、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌を患いよ、下がれ。光を望め。不治の病難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ。どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ。すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ。目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救い。